ご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネルでは暮らしをちょっぴり便利にをテーマに生活に役立つ商品やサービスを紹介しています。今回は Amazon 限定フィリップスソニックケアを紹介します。本商品はもちろん電動歯ブラシを購入検討されている方はぜひ参考にしてみてください。実は私は10年以上フィリップスソニックケアを使っていたヘビーユーザーでした。それがつい最近、長年連れ添ったソニックケアがついにお打物に。一度電動歯ブラシを常用すると普通の歯ブラシには戻れないものということで、新しい電動歯ブラシソニックケアを買おうと調べてみると 2,3 万円もするではないですか。この出費は痛すぎると思った矢先、 Amazon で調べていたら見つけたのがこちらの Amazon 限定ソニックケアでした。 Amazon 限定ソニックケアの最大の魅力は何といってもその価格。2021年2月時点でなんと6400円でした。通常の電動歯ブラシやソニックケアが2万3000円のところ6400円。これはとても魅力的です。探せば謎メーカーが2、3000円程度で電動歯ブラシを売っているのですが、私は過去10年以上壊れずに動いてくれたソニックケア一択ということで、 Amazon 限定のこちらの商品を購入しました。では届いた商品を開封してみましょう。梱包物は非常にシンプルです。取扱説明書、2年間有効な保証書、ソニックケア本体、交換ブラシ1本、本体への充電器でした。さて使ってみてですが、何ら支障なく使えています。ただし過去の高級品と比べると Amazon 限定品は安っぽく感じました。なぜそう感じたのか最初は分からなかったのですが、使っていくうちに見えてきました。それはグリップ部分のラバー素材の有無でした。私が10年以上使っていたソニックケアにはラバーグリップが採用されていました。それが本作にはなく、本体の振動が手にも伝わり違和感を感じたのでした。ただ調べてみたところ、最近のソニックケアは掃除のしやすさなどの観点から 2,3 万円する商品にもラバーグリップは採用されていません。お得な Amazon 限定品固有の差分でもないので気にすることはないでしょう。では通常商品と Amazon 限定品にどのような違いがあるのかと言いますと、主に機能面に大きな差があります。 2,3 万円するモデルには電動の強弱の設定やマッサージ機能があるのですが、 Amazon 限定品にはそれがありません。実際に私がそうなのですが、過去ソニックケアを愛用していたものの、強弱設定やマッサージ機能を常用していなかった人、設定をデフォルトのものにしていた人は断然 Amazon 限定品の方がおすすめです。裏を返すと、常にそれら機能を使っていた人がソニックケアを買い替える際は Amazon 限定品に手を出してはいけません。ですが強弱機能やマッサージ機能を使っている人の方が少ないと思います。ということで大多数の人はリーズナブルな Amazon 限定品で満足できるでしょう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。今回紹介しました商品の URL を概要欄に掲載しておきます。この動画が少しでも参考になったと思われましたら、グッドボタンを押していただけると励みになります。今後もこのように暮らしをちょっぴり便利にする商品やサービスを紹介していきますので、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。